払い腰の実演天人神洋神流の乱歩儀、筆引行士払い腰は、柔道、の腰技の一つ。行動官や国際柔道連盟での正式名。愛不略号、HRG。急称層腰。幕末の天人神洋神流柔術の乱歩儀に、筆引行士がある。相手を腰に乗せ、後ろに足を払って、相手を横に泳がせるように投げる技。膝のあたりを払うので、 後ろを向いた膝車とも言える。また、内股は股の間から足を跳ねるのに対し、払い腰は膝を足の外側から払う。釣り手で横襟をつかみ、引き手で袖をつかむ。前回りさばきで相手を前隅に吊るすように崩し、足後部を相手の膝に当て、払い上げるようにして投げる。大体いい全部から腰の高さに当てると、大車になり、足首に当てると、 足者になる。大外刈りを払い腰で返すケースもある。相撲の決まり手二丁投げは、大外刈りと共に払い腰に当たる技である。第二代第四代ロシア連邦大統領の、ウラジーミル・プーチンは払い腰を、得意技としている。投げの形の腰技の二本目。約二尺で向かい合い、樹が右足を踏み出して、右詞全体に組もうとする。これに鳥が応じ。 右自然体で組み、左足から交代する。続いて、鳥は樹を引き出そうと左足を引く。この時、右手を樹の左駅下に差し込む。次に鳥が交代するとき、両手で樹を引きつけ、樹から見て、右前隅に浮かし崩す。そして、右足で払い上げる。買い込み払い腰は、横山作次郎が得意だった、変わった大さばきの払い腰。 右組で左足を相手の左に踏み込み、その左足を軸に弾みをつけて、体を左回転で急旋回させながら、相手を真ん前に崩し、右足を大きく相手の前に振り出し、払い上げて倒す。大車や腰車にも、同様の体さばきのものがある。かのうじごろの得意技浮き腰は、大抵のものは、容易に逃げることはできない技であったが、 次第に、西郷四郎などが前に飛んで回避するようになり、決まらなくなってきた。そこで加納は逃げる足を払って、投げを効かせる払い腰を編み出した。カノは1931年間の著書、柔道教本の中で払い腰について、西郷四郎はどんな技をかけられても、しばらくするとそれに対応する方法を工夫して逃げる、ことを覚えた。私は、 浮き腰が得意であったから、当分の間は、容易に逃げさせなかったが、後には前に飛んで、逃げるようになった。そこで、その逃げる足を払いながら食い止めて、投げを効かせるようにした技であると述べている。しかし、加納が学んだ、天神誌に応流柔術の乱歩儀に、筆彦行という同様の技が存在していることや、柔術初流の乱歩で使われていた事実から、起源は、 江戸時代にある。払い腰への特有の返し技としては、足技の払い腰返しがある。払い腰をやり返した場合は、払い腰が記録される。大外刈りで返すケースも多い。くさび刈りは、払い腰などが仕掛けられてきた時、内から大内刈りの要領で、相手の軸足を買ったり、払ったりする返し技。柔道では禁止技である。 同じ禁止義の河津係と異なり、行動間柔道の技名称やアイフ義名称には、含まれていない。罰則は、行動間ルールでは警告、または、反則負け。国際ルールでは、反則負けである。サンボやブラジリアン柔術では使用できる。柔道でも相手の軸足を内から止める、くさび止めは許される。内から入れる、足のつま先を上げると、 効果的である。プロレスにおいては、柔道経験者のレスラーが走ってくる相手に対し、カウンター技として用いることが多い。主な使用者、ありがとうございます。